Thank you.
話があるんだが。なんだ。東京湾で上がった死体、あれについて調べてたら、いろいろと面白いことが分かってな。死んだ女はチャンピオン街のパレスって店でママやってたみてえだ。しかも水木って名前だそうだ。もしかすると本物の水木と何か関係があるかもしれねえ。行ってみるのもありだな。パレス、どこかで聞いたような名だな。どうも、アリサです。よろしく。今日はどこかで飲んできたの？いや。そうなの？お仕事帰り？あ、水割りでいいよね。ああ。ちょっと聞きたいことがあるんだが。ん？何？水木って女、知ってるか？ああ、ママのことね。何か知ってるのか？ええ、教えてあげてもいいけど、一杯もらっていい？仕方ねえな。ありがとう。お願いします。で、どうなんだ？実はね、この前ヤクザみたいな人たちが大勢でこの店に来たんだけど、来るや否や、水木ってやつはドイツだって大声で叫んでさ。それで水木ママ、お客様がいる前で無理やり服を脱がされちゃって、左胸の入れ墨見たヤクザたちがこいつだって言って、そのまま連れて行かれちゃったの。それっきり。そうか。ママが何したのかわかんないけど、あれはここのオーナーが原因なのよ。どういう意味だ？それはね、ねえ、もう一杯もらっていい？てめえ、もう飲んだのか。はあ、仕方ねえ。ありがとう。お願いします。お兄さん、アレスってお店知ってる？アレス？そうそう、どこにあるかわかんないんだけど、かなり有名なお店らしくて、
オーナーがその噂聞きつけたみたいでさ。実はね、ここだけの話なんだけど、ここ完全にアレスってお店をパクってるのよ。かなり笑えない？何？アレスを探しに来る客が本当多くてさ、その客騙してうちに呼び込んでるの。うちのママが瑞希っていうのも、確かアレスのママが瑞希って名前だからよ。そういうことだったのか。でもおめえ、そんなこと言って大丈夫なのか。いいのよ、どうせこの店今日で辞めるし。アリサ、てめえ何をベラベラほざいてるんだ。本当のこと言っただけじゃない。こんな詐欺みたいなことやってるからママどっか行っちゃったんでしょ。それはお前がここのオーナーか。あ、はい、すいませんね、アリサのやつがわけのわからないこと喋って。こんな商売やめとけ。他人を語ってやるもんじゃねえ。あ、お客さん、そいつはどういう意味です？悪いことは言わねえ。あの瑞希って女の二の舞になるだけだぞ。何？瑞希について何か知ってやがるな。おい、表に出ろや。さっきの話、どういう意味だ？瑞希について知ってるのか？お前の言う瑞希って女、殺されたぞ。え？なんだって？入れ墨まで真似る丁寧ぶりに連れ去った組の連中は、最後まで本物の瑞希だと信じてたようだ。連れ去られた本人は全く身に覚えねえのにな。哀れな話だぜ。俺が入れ墨入れさせたばっかりにこんなことになっちまうなんて。
また来るぜ。あまあまや。